六代目中村歌右衛門1月20日から2001年3月31日は日本の歌舞伎役者。野号は聖駒や縄文は祇園神。開門は裏梅。日本芸術院会員、重要無形文化財保持者。本名は河村藤夫。拝名は先駆け春。生涯を通じて歌舞伎に専念し、 戦後の歌舞伎界におけるお山の最高峰と呼ばれた。歌舞伎と舞踊以外の演劇活動は行わず、映画やテレビドラマに出演することもなかった。五代目中村歌右衛門の次男として生まれる。幼少時に母親の実家河村家に養子入りしたため、本名は河村藤夫となる。父、五代目歌右衛門は歌舞伎座幹部議芸委員長として、 当時の劇界を牽引する大役者であり、御蔵師として何、不自由ない幼年時代を過ごした。この頃、先天性の左足脱臼が悪化して、数年寝込み、大手術を行って、やっと歩けるようになったと言われる。そのため、歌えもんの左足の動きは修正ぎこちなかった。1922年10月、東京新富座、真田三大駅で三代目。 中村千子太郎を襲名して初舞台。順風満帆と思われた舞台人生だが、1933年に兄、聖駒屋五代目、中村福助が創生するや一変する。この年11月、父の意向により歌舞伎座、絵本大公期、十段目の初キックで六代目、中村福助襲名。聖駒屋の時代を担うべき人としての重圧がかかる。 1940年にはその父も死去し、若き福助は歌舞伎界の孤児となる。この頃すでに次世代の六代目、小野菊五郎が絶頂期にあり、五代目が死ぬと、周囲の人々は手のひらを返すようにして、菊五郎のもとへとなびいた。福助のもとへは、挨拶に来る者も稀で、有力な後ろ盾はは愚か、相談相手にもこと書くようなありさまとなってしまった。福助は、 翌年10月、歌舞伎座、絵本太鼓器、十段目の発菊、浮世柄日よく稲妻の白いゴンパチなどで6代目、中村主観を襲名。以後は、6代目菊五郎と共に、菊吉と並び称された、初代、中村吉右衛門を頼んで、吉右衛門劇団に所属した。ここで若手を山としての修行を重ね、吉右衛門や大阪の3代目、中村外力、2代目、 実家は演者倉の訓導を受ける。吉右衛門劇団では、同世代の親間が少なく長らく吉右衛門の相方を務めてきた弟の三代目、中村時蔵に代わり、次第に士官がその後釜に座るようになっていった。吉右衛門は特に戦争末期頃から士官を次々と大役に抜擢し、舞台上で彼をリードする形で士官を育てていった。 この頃の士官はその輝くような美貌で有名で、若手の中では三代目、小野菊之助と並び称されたが、それだけではなかった。吉右衛門が得意とする、議題夫狂言に多く出ることで、演目に対する解釈を深め、役柄をしっかりと把握、古典的な様式美に近代的な心理描写を加えた表現手法を着々と身につけていったのである。京を夏六代目。 中村福助時代。九百三十九年十二月東京歌舞伎座、お夏狂乱より。九百四十七年九百四十八年、文部省芸術財文部大臣賞を受賞。九百五十一年四月には、歌舞伎座、芋瀬山目定金農三林慶画の小娘道なり寺の白拍子花子、祇園祭礼信仰期の雪姫で六代目、中村歌右衛門を襲名した。 工場では、金病風を前に、吉右衛門と七代、吉右衛門の亡き後は、1954年に、自主的勉強会、つぼみ会を発足させ、数々の実験的な試みも行った。1962年日本芸術院賞を受賞。1963年には、史上最年少の46歳で、日本芸術院員会員となる。1969年には、 日本俳優協会会長だった三代目、市川佐団治の死去に伴い会長代行に就任。二年後正式に同協会会長に就任し、1999年まで28年の長きにわたりその職を務めた。海外公演にも積極的に参加、1960年のアメリカ本土公演を皮切りに、ソ連、ハワイ、カナダ、イギリス、ドイツ、 フランスなど多数。1975年には来日した、英国のエリザベス女王の前で講演を行い、歌舞伎の海外への紹介に尽力した。1980年代前半になると、足の衰えが顕著になり始め、一世一代と、名惑打たれた興行も見られるようになった。得意としていた大役の数々、例えば、本庁24校、十指校、八重垣姫や、 カゴツルベカ外水星の八橋などを丁寧に務め、内を収める姿は悲壮とも言えた。平成に入ると舞台に立つ機会は、さらに少なくなったが、そんな中でも、舞台の監修を積極的に行い、後進の四代目、中村若衛門、五代目、坂東玉三郎、九代目、中村福助らに稽古をつけている。1996年の舞台を最後に、療養生活に専念。 5年後に84歳で死去した。葬儀は、混行教式によって行われた。歌えもん生涯の当たり役は、非常に、多く、娘形から秘め、肩外し、形成、世話に応に至るまで、あらゆるお山の領域をこなした。白拍子花子1951年4月、東京歌舞伎座、六代目、中村歌えもん襲名披露工業、慶がの子娘道な理事より、 楽屋にて1951年4月東京歌舞伎座6代目中村歌右衛門襲名披露工業を工場を無事置いて6代目歌右衛門は生涯を魔王山として過ごしたが若い頃は非常に積極的な行動が目立った1938年には付き人の男性と駆け落ちして温泉地に逃れるという事件も起こしているこの駆け落ち騒動は 新聞でも大きく報じられ、六代目歌い物をモデルとした、園地文子の小説、小山一代から七世、瀬川菊の上殿においても多くの私服を咲いて、この一件を描いている。私生活でも女性のごとく振る舞うようになったのは、最愛の妻を亡くしてからだという。人に対しては非常に丁寧な言葉を使い、物腰も柔らかかったが、実際は一度決めたら、 最後までやり通す意志の強さと、引くべきところは引くという良識も兼ね備えていた。多くの良きライバルに恵まれていたことが、歌え門の成長のもととなった。特に七代目、小野枝枝とはよく比較された。それぞれが当たり役とした、娘道成寺の白拍子花子、合法辻の玉手御前などをはじめ、鏡山の小野江島発、中心蔵のオカル、岡る、となせ、 お石などは、両友が火花を散らす舞台として戦後歌舞伎の成果だった。二代目、中村貫次郎とは、双方の父親と同様ライバルでもあり、無二の親友でもあった。幼い頃は貫次郎を兄のように慕っていたという。芋瀬山の三輪と深七、隅田川の半女と船長、仙台萩の正岡と八師を、鏡山の尾上と岩藤、そして新作歌舞伎、 県霊門院の県霊門院と後白河法王など、東西の姓、駒屋の息のあった舞台を披露した。二代目元次郎が死去した時は、花のある方でしたね。素晴らしい芸を持って行かれましたと嘆いたほどだった。その子である二代目、中村千尺が三代目、中村元次郎を襲名する際は、不自由な体を押して、工場や、新住店の網島、 川章の小春を務めている。歌舞伎以外では、長谷川和親市川歌右衛門と交友を持った。長谷川は、初代、中村元次郎の門弟であったことから、歌右衛門とは、聖駒や同士のつながりがあった。1954年8月、両者は一座を組んで、北海道巡業を行っている。これには、長谷川が所属している、東方側がお山を求めていたことと、 歌たえもんが、松竹以外の人脈を求めていたからという思惑が動いていた。巡業中は、双方とも仲良く、長谷川先生、聖小間屋さんと呼び合って、レニヤマージャンを楽しんでいたという。翌年の東方歌舞伎第1回公演ではともに、東京宝塚劇場で共演した。歌たえもんとは、昭和30年代に舞踊の会で共演して、以来進行があり、 1986年の俳優祭では、歌えもんの強い希望で、女、佐乙女モンドノスケに噴し、歌えもんの当たり役、旗本退屈男こと、佐乙女モンドノスケと共演、両歌えもん揃い踏みでは大をさらった。作家の三島幸男とも交友があり、三島は歌えもんの演技に、修正三次を惜しまなかった。また、三島の小説に、歌えもんをモデルにした、 短編、女型がある。女型は、最初の歌舞伎台本、地獄兵を上演した時の体験をもとにして書かれたと、される。これ以後も三島は、歌え物のために、熊の不養老大内時期などの台本を書き、また、中村士官論、六世、中村歌え物助説などの評論も書いている。趣味は、熊のぬいぐるみ集め。 最終的には千数百種類に上ったという。また動物を愛し、遠く、ケニアへも旅したり、中国に遊んで、パンダを抱き上げたりと、逸話にはこと書か,かない。休みの月は、海外旅行に出かけることも多く、特に1960年の歌舞伎発のアメリカ公演の檻に訪れて以来、ラスベガスはお気に入りで、カジノで終日楽しむことも多かった。後に、同志から、 名誉市民賞を贈られている。また花を好み、晩年まで世田谷の自宅の庭では、頻繁に庭師が呼ばれ、季節の花を楽しんだと言われている。甘いもの、特に、シュークリームが好物だった。三田の慶應義塾大学前にある和菓子屋の君しぐれもご贔屓だった。海外好きで、洋食も好み、一例は、東京会館のコキールとオムレットなどお気に入りだった。 無類の尊の家であり、皇族が感激に訪れた際は、病気救援中を押して、舞台を務めることもあった。1953年の天覧歌舞伎において、歌舞伎座で、昭和天皇と皇順皇后の前で踊った、娘道な理事は、語り草となっており、自身も大切な思い出としていた。養子に四代目、中村梅玉、二代目、中村一佐春。芸洋紙に六代目、 中村東蔵がいる。ありがとうございます。